原発事故の件について風化していると感じることがよくあります。声かけができる関係を作るまでに10年以上かかった。この12年9ヶ月間いろんな努力があったと思います。出るのでこれを加速して頑張りたいという話は伺っておりますが、本気で頑張って、現状を少し調べて、る必要があるのかなと、大事な答弁がいただいたと思います。今年10月に宮城県で介護が必要な86歳の母親を公園に放置し死亡させたとして57歳の息子が逮捕されたというショッキングなニュースがありました。2年前に父親を亡くし一人で介護をしていたこと、災害公営住宅であり男性がたった一人で家事も介護も全てを背負い込み相談する人もいなかったんだろうかと考えさせられました。実はこの市の6月市議会では我が党の議員が市内に4つある市営住宅は高齢化が進み最近でも亡くなってから発見された方が2人いたと、こうした中で被災者の個別訪問する生活支援相談員の配置事業が2021年度から廃止され自治会中止になっているとして、もっと行政が関わるべきではないかと指摘をしていました。その議員さんは今期で勇退をされましたので最後の質問でありました。今回の事件を後ろからガツンと殴られた気がしたと、おせっかいおばさんが周りにいっぱいいるのにと悔しがっておられました。この件は警察事案になっておりますのでこのこと自体に触れる必要はございません。しかし被災者が復興公営住宅などで一人暮らしで気づかれないまま亡くなる孤独死や老老介護などの末に手遅れ、あるいは自死、これが後を絶たないんです。大臣、孤独死が後を絶たないといった被災者の置かれた状態をどう受け止めていらっしゃいますか。土屋復興大臣。仮設住宅や災害公営住宅での孤独死というのは本当に心が痛む死であります。でやっぱり家族が亡くなって本当に一人になってしまって、なんとか自力で暮らしている方が大変多いと思います。でそういう方にどう寄り添ったらいいかというのはこれ重要な課題だと思います。例えば普通に暮らしててもですね、じゃあ明日ねって言ってベッドで亡くなったり、してる方もいると思うんですけども、でもその前日どうだったその直前どうなったの、声かけてくれる人がいた、前日にもなんかお話できる人がいたとなればだいぶ環境が違うのかなと思っております。これの施策は重要だと思いますので、やっぱりできる限りの防止のためには自治体としっかりと意見交換しながらですね、今の現状等もしっかり聞きながらまたしっかり支援していきたいと思っております。阪神淡路の時もですね、その本当にマンションのような公営住宅に入ってからその一人一人にね、声かけができる関係を作るまでに10年以上かかったって、そういう話を聞いたことがありました。防ぐことができる、そうした立場で何としても頑張っていただきたいと思うんですね。当該の市長さんは自治会運営が安定し住民同士がお互いに気にかけ合うなど普段からの近所付き合いを基盤として徐々に住民独自の見守り活動が行われるようになってきたことから、当時の被災者支援事業は一般施策事業へソフトランディングしていますと答えているんですね。一般へソフトランディング、要するに打ち切ったっていうことなんですけど、だけどその自治会からも自分たちだけでは限界だと悲鳴が上がっているんです。打ち切りになったのは2021年これは10年間の復興創生期間の終了時なんですね。被災者支援総合交付金は2020年度は39自治体109億3574万余の交付実績がありますが、今年度は33自治体73億3839万余と額も自治体数も減少しています。社会福祉協議会等による生活支援相談員の配置数はピーク時は2017年、3月で790人から今年3月で296人まで減っているんです。大臣、公営住宅の自治会の自主的取り組みにもちろんそれも大事ですが、委ねるだけではなくって生活支援相談員の継続拡充など行政の関与が必要だと考えますが、各自治体で、以前ほど必要なくなったというところもあれば、いやいやまだまだっていうところもあって、まだらなような気がします。で、見守り相談支援を引き続きですね、継続したい自治体もありますので、それはもう継続してきますけど、今おっしゃったように打ち切るところに関しましては何かしらやっぱり復興庁としてもですね、現状を少し調べて、る必要があるのかなと今の話伺って感じました。高橋千鶴子君、ありがとうございます。大事な答弁がいただいたと思います。
ただ自治体が決めたというだけではなくて、やはり現状を調べて、また相談相手にもなっていただきたいと思うんですね。やっぱり自治体にしてみてもすごく大変なことで、これ相談件数が減ったってことは、相談の窓口が減ったっていうことの比例してるだけなんですよね。だからその担い手がいないですとか、非常に大変な事情があってのことでありますから、そこを本当によく聞いていただいて支援を続けていただきたい。この越した事件がね、もう続かないようにお願いしたいと思います。で、次に被災中小企業の支援について伺います。東日本大震災で創設されたグループ補助金は、民間事業者に対して、これまで私有財産の形成にあたり税金での直接補助はできないというルールがある中で、事業者への直接支援を通して地域経済、社会の復旧、ひいては復興の促進につながるという意義のもとで乗り越えてきた画期的な制度であり、現場からも歓迎されていると思います。西日本大震災原発事故から12年9ヶ月と なっております、犠牲となられた皆様方の月命日でございます。そしてまた、原発事故もございましたので、関連死で多くの方々が亡くなられました。すべての犠牲となられた皆様方に心から哀悼の意を表します。そして先ほど来質問はあるのですけれども、なんとなくこの永田町の中で、私はこの東日本大震災原発事故の件について風化していると感じることがよくあります。大変残念だというふうに思います。土屋復興大臣には被災地にお運びいただきまして、そしておそらく、その復興の進捗状況、それを見ていただいているんだと思うんです。時にはセレモニーでご挨拶をされたり、そしてまたイベントに、明るいイベントに参加されたりということだと思います。そこで、いや、これだけ復興が進んでいるんだというイメージをお持ちになっていると思います。もちろんこれまでも多くの方々のご尽力によって頑張ってここまで前進してきたんだと思います。しかし一方で、例えば福島県では今もなお2万人以上の方々が県外避難をされているという状況、それをご存知だというふうにも思います。実際に避難数は減ってはいますけれども、これは8月1日時点でありますけれども、県外の福島県外の避難者2万704名、そして県内の避難者6099名、そして避難先不明者5名という数字が出ています。私自身も大臣就任してから地元にだいぶ入らせていただいておりますが、そういう中でいろんな思いを感じているところでございます。で、特にですね、まだまだ私は多くの人にお会いしていろんなお話を聞きたいなという思いでいますが、県外へ避難している東京の近くにですね避難している方5名の方とお話をさせていただく、今先ほど言っていた機会がありまして、その時感じたのは、もう帰らないつもりだと言いながらですね、自分が亡くなった時は福島に入りたいっておっしゃったりね、それからすごく迷ってて、今の段階では帰れると思ってないけど、また気持ちも変わるかもっていう方も多いのでね、そういうお話を聞くと、やはり交流会っていうのが非常に大事だなっていうのを感じた次第でございます。それから26カ所設置した生活再建支援拠点の皆様とこの間お話しする機会がありまして、のリーダーの方たちその時に、私が知らないことを随分教えていただいたなと思います。で、それぞれが差がありますけど、いろんな活動に対しても問題を書いていらっしゃるなということを感じましたけど、いずれにしてもこの被災者支援総合交付金に関しましては必要であるということを皆さんがおっしゃっていましたので、我々としてもですね、この、情報提供とか相談会とか交流会の実施とか避難元自治体の広報避難者向けの情報指導の送付等を行う自治体が中心ですけど、取り組みをこれからも支援していきたいと思っております。予算に関しましては必要な予算をしっかり今計上しておりますので、自治体の要望を柔軟に取り組んでいきたいと思っております。この12年9ヶ月間いろんな努力があったと思います。ふるさととのつながり、そしてふるさとにいる大切な方々とのつながりを本当にしっかりと持ち続けようとご努力をされてきた避難をされている方々がいるということをぜひご理解をいただき、で今年の通常国会で福島復興再生特措法を改正されまして、特定機関居住区域が設置できるようになったわけですけれども、これ進んでいけば、やはりこれから除染もして、そしてインフラ整備もしていくわけですね。そうすると、今
現段階でも、まあ、除染土除去土壌というのはもう本当に大変な量になっているんですが、もっと増えていく可能性はありますね。で、それで、まあ、しっかりととにかくその、まあ、新たな区域の復興についても進めていただきたいとは思いますけれども、今度はそこで出てきた、除去土壌とそれどういうふうに対応していくかということが大きな課題になっておりまして、ここからは中間貯蔵施設について質問させていただきたいというふうに思うんですけれども、まあ、実際に現段階では今年の10月末時点ですけれども約、1368万立方メートルの除去土壌等が中間貯蔵施設に搬入されているという状況であります。そしてこれは面積に言うと面積は約1600ヘクタールですので、まあ、東京都の渋谷区とほぼ同じだということであります。で、この搬入された除去土壌については法律上、まあ、中間貯蔵施設がスタートしてから30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるというふうに法律上書かれていますので、2045年3月までに、まあ、しっかりと福島県外の最終処分をするということになっているわけです。で、ここで内堀知事がですね、10月の講演においてこの除去土壌等の最終処分について法律で定められた2045年までたった22年しかない強い危機感を示す発言をされたというふうに報じられたということで、これ実際に今の進捗状況どうなっているかということをこちらから申し上げさせていただくと、2024年度までにとにかくその後のことを決めていくって、それしか多分決まっていない。実際には、最終処分場のその選定の具体的な方針と工程というのはまだまだ示されてないという状況であります。しかし内堀知事はもう危機感を感じてますと、実際は22年切ってるわけですね。で、このような状況の中で本当に今政府はどのような取り組みをしているのかお聞かせいただきたいと。滝沢環境副大臣。福島県内で生じた除去土壌等の30年以内に県外最終処分という方針は国としての約束であり、法律にも規定された国の責務でございます。県外最終処分に向けては2016年に定めた方針に沿って、除去土壌等の原用等に関する技術開発、除去土壌の再生利用の推進、最終処分の方向性の検討、国民的な理解の醸成等を行っているところでございます。環境省といたしましては県外、最終処分の実現に向けてさらに、理解醸成の取り組みを進めていくと ともに、原用に関する技術開発や再生利用の技術的な検討などの成果を踏まえた上で2024年度までに最終処分場の構造、必要面積等について実現可能ないくつかの選択肢を提示することとしているところであります。現在これらについて公開有識者検討会において議論をしているところであり、最終処分の実現に向け引き続き環境省として着実に取り組んでいきたいと考えております。今年の5月に先ほど申し上げました福島復興再生特措法の改正がありまして、その時に付されました決議があります。で、ここにはですね、県外最終処分に向け、全国民的な理解醸成を確実に推進するとともに県外最終処分に向けた具体的な方針工程を早期に明示し、県民国民の目に見える形で、取り組みを加速させることということを政府に求めたものになっております。土屋大臣、この付帯決議の言葉重いと思いますけれども、いかがでしょうか。本当に加速化が進んできてますか。土屋復興大臣。ちょっと前に環境省の方とお話しする機会がありまして、この私も現場行った時の様子とかそういうものを踏まえてお話したことがあるんですが、確実に進めるためにやはり再生利用の技術開発、そういうものが大体目処がついてきているので、これを加速して頑張りたいという話は伺っておりますが、まあ、いずれにしてもそのいろんな情報を私の方もですね取りながら確実に、進められるように頑張っていきたいと思います。これ30年以内の県外最終処分という方針は法律にも規定された国の責務でありますから、まあ、しっかりと進めていきたいと思います。ちょっと比較はできないかもしれないんですけれども、管理型産業廃棄物最終処分場が、栃木県の那須郡中川町で9月の15日
完成して稼働されているという状況なんですけど、これ不法投棄が発覚してから完成まで33年かかっている。それと、まあ、鳥取県ではまだ20年以上設置できないと言いますけれども、これも蟹形産業廃棄物最終処分場計画中、これ米子市の淀江町なんですが、これももう20年以上本当設置できないでいる、時間がかかるんですよね。でそういう中で少しでも本当に前出し直しができるところはしなくてはいけないですし、本当に30年以内に最終処分場を県外に設置するというお約束をがあるのであれば、まあ、どのような対応するか、もうちょっと少しですね本気で頑張ってこれ取り組みをしていただきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、その上でもちろん難しい判断をいろんなところでしなくてはいけないというのは分かります。例えば環境影響評価、これもどうしていくかということも、まあ、議論をしていかなくてはいけないんだというふうにも思いますし、現在の中間貯蔵施設の面積は1600ヘクタール。でも、環境影響法の廃棄物最終処分場の基準というのは30ヘクタールということで、それを大幅に、まあ、超過しているという現状もあるわけです。それを考えたときに、まあ、このような、環境影響評価、もしもこれが法律のこれを対象に、この最終処分場がなったとしたらばですね、またそこから様々な手続きがあって、時間をかける必要があるんではないですか。除去土壌等の最終処分については環境影響評価法の対象にはなっておりません。除去土壌等の最終処分の方向性については有識者検討会において検討をしているところであり、最終処分場の影響を指定しました環境影響の評価のあり方についても今後これらを踏まえて議論してまいりたいと考えております。金子恵美君、すいません、時間が参りましたのでここまでにしておきますけれども、今おっしゃったように、環境影響評価法、今現段階では13項目対象になってますけれども、そこの中には入っていません。しかし可能性としてはないわけ、ゼロじゃないはずなんです。ゼロじゃないはずなんです。現段階と、そして今後のその、議論、そして検討、その中でその様々な検討をした上で、おそらくここはさらに時間がかかる可能性があるということも含めてしっかりと考えていただきたいということを私は申し上げさせていただいているということを、ここでまた申し上げたいというふうに思います。時間が回りましたのでここで終わりたいと思いますけれども、これだけ様々な課題が福島にあるということをご理解いただきまして、そして土田大臣にはぜひ司令塔として全力で頑張って、リーダーシップを取って全力で頑張っていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。